おはよう。なんだ、出かけるのか？僕は答えなかった。起きたばかりだろう。座りなさい。何か作ってあげるから。僕が無視しようとしても、父さんは自分のペースで物事を進める。そんな父さんを。僕は煩わしいと思うこともある。父さんには悪いけど、あんまり食欲がない。僕は久しぶりに嫌な夢を見た。2年前に見て以来、久しぶりに見る夢だった。人を殺す夢を見るなんて。そんなことを知らない父さんは、嬉しそうに僕の食事を作っている。僕の家は変わっている。父さんは自宅でミニコミ誌の編集をしながら家事を切り盛りしている。母さんは内装関係のデザイナーで建築事務所に勤めている。僕が小さな頃、二人で話し合って決めたらしい。母さんは外へ働きに出る。父さんは残って家を守るって。うちには家庭内暴力もないし、家族の間もうまくいってると思う。問題があるとすれば僕のことくらいだ。子離れしていない父親っていうのはちょっと問題かもしれない。近くの高校へ通う学生たちが坂道を登ってくる。半年前までは僕もあの中にいたんだ。でも去年の9月、ちょっとしたことから僕は高校へ通うのをやめた。そして僕は教会の横を通る坂道を下り、駅前の本屋へと向かった。しかし僕の探している参考書は売っていなかった。結局神田へと向かうことになった。僕は地下鉄を乗り継いで神田へとやってきた。大学前の坂道を歩いていると、鈴の音が聞こえた。そして、聞こえるか、私の声が聞こえるか。恐れることはない、震えることはない。私が君を守ってあげよう。またあの声だ。前と同じ、僕にしか聞こえない声。はじめに言葉が生まれた。やっぱりこの声は誰にも聞こえてないんだろうか。肉は言葉と共にあり、命は言葉の中にあった。言葉は力である。僕はどうして？ダメだ、体の震えが止まらない。目を覚ませ。熱い、体が燃えるようだ。僕はそれ以上に立っていることができず、地面へうずくまった。顔を上げると、もうあの少女の姿は見えない。ねえ、もしかして何か聞こえたの？振り返ると、
見たこともない少女が微笑んでいる。でー、危ないよ。わけもわからぬまま、僕はその子に手を引かれて歩道へ戻った。よかったね、引かれなくて。ありがとう。どうこっていうの。なんだろう、この子たち。なんだか慣れ慣れしい感じがする。はい、あなたのでしょ。どうも。ありがとうでしょ。ありがとう。いい音色の鈴ね。あなた、人を殺した夢見たことある？ないよ、そんなの。ルリアに任せるわ。ごめんね、待たせて。私、ルリア、行こうか。これと、これも。ルリアは手際よく買い物を続ける。でも行き先はまだ教えてはくれない。僕は黙ってルリアの後をついていくことしかできなかった。帰りそびれた僕は仕方なく彼女の後を歩いている。帰りたくてもここまでどこをどう連れてこられたのかわからないので、帰ることもできない。参ったな、参考書会に行かなきゃいけないのに。どうしたんだろう。いきなり立ち止まって彼女は僕の顔を見つめる。そして聞こえるんだあんたにも、と小さな声でつぶやく。ルリアに連れて行かれた先には無人のビルに挟まれた木造アパートがあった。ここは私だけのお城。なんだか閉鎖されてるみたいだけど。だからいいんじゃない。そうだね。無理しなくてもいいよ。誰がどう見たって怪しいでしょ、ここ。みんな連れてきてもこれ見て帰っちゃうんだ。さあ行こう。こっちだよ。僕はルリアに手を引かれて隣のビルの裏手から中へ入る。この辺はね、バブルの時に地上げにあって、それっきり誰も住んでいないんだ。気をつけて。僕らは空きビルの窓から隣のアパートへと忍び込んだ。ここからは靴を脱いでね。うん。ここで暮らしてるの？ここだけじゃないよ。似たようなところは他にもあるんだ。ペンライトの頼りない明かりの下で僕のスナックを食べる音だけが響く。ねえ、あのトーコって子さ。トーコ？いつから友達なの？いつからだろう、あんまり覚えてない。私がこの生活を始めた頃、何もすることがなくて渋谷あたりをうろついていたことがあったんだ。その時最初に声をかけてきたのがトーコだったと思う。私も今日のあんたみたいだったから。
声を聞いたんだ。何、声って。言葉は力であるって。やっぱりルリアにも聞こえていたんだ。初めて私の頭の中にあの声が聞こえてきたのは3年くらい前のことかな。最初は驚いたよ。だって私以外の誰にもあの声は聞こえてないんだもの。それにあの声が誰なのか、どこから聞こえてくるのかもまるっきりわからなかったしね。うん、本当にそうなんだよね。でももういいんだ。もう考えるのはやめた。あの頃、友達だって両親だって大事なことは誰も何も教えてくれなかった。死にそうなほど退屈な毎日、息が詰まりそうな日常、テレビとかコマーシャル、気の遠くなるようなたくさんの活字、あふれ返ってる情報の中で、あの声だけは私を救ってくれたんだもの。今日まで私を守ってくれた。それだけでいい。それだけで十分。僕にしか聞こえることのなかったあの声、ルリアにもそれが聞こえる。ルリアになら僕のことを、本当の僕のことを話してもいいのかもしれない。よくわからないけど、僕にとってあの声を聞いたのはさっきのが初めてじゃないんだ。僕が初めてあの声を聞いたのは中学生の時だった。ひでえな、お前やりすぎだよ。バーカ、お前が一番楽しんでたんだろうが。あの声はチャイムの音に混じって聞こえてきたんだ。震えなくてもいいよ。誰？恐れることはない。もう大丈夫だ。私が君を守ってあげよう。どうやらその声は僕以外の人には聞こえてないようだった。怖いとは思わなかった。むしろ昔どこかで聞いたような懐かしい気がした。気がつくと、その声に誘い出されるように僕は屋上へ出ていたんだ。ねえ、これは幻聴なの？私の声が幻だなんてどうしてそう思うんだ？もしそうであるなら、私と話している君も幻なのかな？僕は僕だよ。それじゃあ、あなたは誰？私か。私の。その声は電線の強いうなりとともにかき消されてしまった。おはようございます。おはようございます。次の日学校に行くと、校門の前にパトカーが止まってた。朝のホームルームで担任が青い顔をして僕らに告げた。皆さんに大変悲しいことをお知らせしなければなりません。朝方、駅の裏通りを走る都電の線路上で、このクラスの3人の男子生徒が遺体で発見されました。なんだよそれ。彼らは変死体で発見されたんだ。変死体？うん、まるで獣に襲われたようにズタズタに切り裂かれていて、でもその割には体に血がほとんど残っていなかったんだって。そう。その日、僕は胸騒ぎを感じて学校を早退した。家へ帰ると、僕宛の手紙が届いていた。
差出人不明の手紙の中には一枚のカードが入っていて、そこにはただ一言、闇の王と書かれていた。闇の王？うん、聞いたことある？ルリアが知るわけないか。手紙を受け取ったその夜、僕が部屋で勉強していると、まただ、またあの声が聞こえてきたんだ。何を考えている？僕のクラスメートが3人死んだんだけど。あれは君のもう一つの心だ。したいと思っていること、こうあってほしいと願っているもう一人の君だよ。あれは僕がやったっていうの？君の力だ。目覚めつつある君の意志の力なんだ。もっと強くなりたいか？強くなれるの？君が望むのなら。僕が望むのなら。落ち着いて呼吸を整えて波長を合わせよう。ゆっくりと深く、もっと深く。君は私となり、私は君となる。さあ、欲望を解放しよう。君の中に流れている血のささやきに耳を傾けるのだ。何？ねえ、どうしたら強くなれるの？どうしたら？ねえ。